トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。3月28日月曜日の朝です。今日のお空模様です。東の空から南の空へカメラを回してます。ぼんやり太陽ですね。東の空には少し雲が出てます。上空および西の空には薄雲、青空が広がってます。風はありません。今日は暖かな朝になってます。600キロレース後、初社外を行ってます。出社口を開けましたけど、鳩はなかなか出てこないですね。4日間ですね、厩舎の中に留めてます。水曜日放休ですから、木金土日と4日間になります。お肺の差し、これは600帰ってきた後ですね。元気なこう表情に変わりましたね。このくらいの表情であればね、もう時間とともに調子は上がっていくんじゃないかなと思います。この肺の鳥、メスバトですね。これも600キロ帰ってきた後です。表情がだいぶ余裕が出てきましたね。疲れが取れてきたのかな。肺の差しの請求、この鳥も随分元気になってきましたね。ただまだちょっと疲れが残ってるっていう感じがします。おでこの感じのこう羽とか全体的な身のこなし、ちょっとまだ本調子じゃないですね。この請求を基準にうちの鳥の疲労度を判定していきたいと思います。鳩が自主的に飛び上がって、何羽かぐるぐる回ってます。レースに出してない鳩も十数羽いますので、この鳩がレースに参加している鳩かどうかは定かではありません。ただこう自主的にやっぱり飛び回ったっていうことだけあって、飛んでる姿は楽しそうですね。飛び出した鳩はだん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 こう上空に上がっていって、いい飛び方をしてますね。これはレースに出てない鳩が飛んでるんでしょうね。久しぶりの社外で鳩たちも楽しそうです。だいぶ遠くへ行きましたね。全球がこういう飛び方になれば嬉しいんですけども、そういう日がいつ来るのか楽しみです。今日は出社口を2時間開けっぱなしにしまして、鳩が出たり入ったりできるようにして社外を行いました。特に強制は行ってません。鳩なりですね。飛んでいたのは、レースに出してない鳩だと思います。多くの鳩は屋根の上で、または厩舎の下に潜って遊んでました。ここに来るともう鳩の数も減ってきましたから、一羽一羽が宝石のように感じます。もう少しこの原石を磨いて、綺麗な綺麗な光を放つ鳥にしたいと思います。レース後初社外、猛禽と遭遇することなく無事社外を終えることができました。先日野鳥の会の人とお会いしまして話をしてましたらば、小金井公園の建物園の北側の木の上にオオタカが巣を作ったそうです。この方はそのオオタカの飛び立つシーンをカメラに撮ろうと1000ミリのですね、望遠レンズで撮影してました。これからが心配なる情報で、さらにこのオオタカですけども、若いオオタカで狩りがすごく下手だと言ってました。5回に1回ぐらいしか成功しないということだそうです。でも5回に1回でも成功するってことは、取られる可能性もあるんだななんて思いながら話を聞いてました。うちの鳥もそんな下手くそなオオタカに負けないように頑張って飛んでほしいなと思います。本日もこのブログにご指摘ありがとうございました。また次回もお越しいただきたく、よろしくお願いします。できればチャンネル登録の方もよろしくお願いします。失礼します。